あれもそうやん。あのー、何やっけ ?170 センチ以下には人権がないとかやったなんか女プロゲーマー。あれもそうやん。<laughs> いや、まあ、あんなんでさ、あんな炎上するんやったら、この配信とかどうなんのって話やん。あの、アタオカのスパチャとかさ、1個取り上げられたら終わりやで、この配信。180センチ以上なら人権ないとかにならよかったねんで。ギリギリセーフやわし、人権あるわ。うん 170センチ以下で怒ってる男どもはプロゲーマーの家に勝ち込みして襲いましょう。おいら160ないけど確かに人権がない人生だったぞって。そうなんか人権っていう言葉を軽んじてないかみたいな言うけどさ、それとか何やっけその、あのー、同じ所属のやつ、同じ所属のかい、あのー、女のさ、プロゲーマーの、同じ所属のやつがなんか、ツイッターで外事とかなんか言ってたで、障害者差別だみたいなで、なんかそいつも契約、 あの、亡くなったみたいな、あったけどさ。<laughs> やばいよな。外事って言っただけでアウトらしいで。やばいやん、それもう。まあもう、スポンサー側とさ、もうそのチーム側も、ほんま、とにかく今、炎上を沈下させたいから、もう全員片っ端から切っていこうみたいな感じだよな、うん。身長は何センチがちょうどいいのかって。うん、まあ身長何センチってやっぱさ、 僕が思うのはね、男女で並んで、やっぱ男の方がちっちゃかったら、ちょっと、うわーってね、ちょっと見栄え悪いなと思う、それは。言葉狩りが多くなってきてる。まあもう、とにかく炎上させたいからね、そういう暇人たちは。うん、何かとやっぱ炎上させたいみたいな感じやからさ。もうそれが生きがいやん、そいつらの。うん。もう全員人生消化試合に入ってるような暇人やろ、だって。そういうの、いちいち。 過去の発言掘り起こしてさ、通,通,通報しまくってるような奴らって。うん。ほほほほ。170センチ未満の奴ら、危険だじょうやって。すごいよ、人権がないんじゃなくても危険になってもたで。におうし、土手だし、希望がないじょう、おいらが来世に送るから片っ端からチビを探すじょう。お前、そもそも170ないやろか、お前。お前、170あんのか、お前、山田くん。<laughs> 山田くん、山田くんの身長何センチや出てくんのかな身長とか調べて。出てこないっすね。山田くんの身長出てこんわ。あまり考えないところが逆に感心されるとか書いてあるわ。150もないって。 小4で104、あ、小4か、ちびまる子ちゃんって。170はやばいな。140ぐらいしかないって。各ゲーム、歌唱と人気ない、梅原さんが全盛期。それはもうだいぶ前やんね。山田くんとか、存在が放送してくるいろとか。でもこん、なんか、うわーとか言ってさ、多分、出しゃ怒るやつもいんねやろな、多分。それで苦情入れるやつとかいるやろな。 右はさんとかさ、もうフェミの格好のネタやろ、こんなん。右はさん見てなあ穴枠とかでテレビできただけで炎上しそうちゃう、もう今やったら。せんのかなこんなぶっさいくなキャラ出してやで。フェミが絶対怒るやろ、こんなん見たら。落ちるのがみんな見たい。うん。人の不幸は蜜の味、ないんよ、結局。もう大多数がそうやからさ。うん。 僕はだってその関係ない人が、関係ない女プロゲーマーがそんな発言してなんか契約解除になったとやっぱ見たらうわーって、かわいそうと思ってまくよね、普通に。ざまあと思えへんわ。なんでその発言でみたいな。まあそれは僕が配信でこうやってごちゃごちゃあのい言いまくってるから、普段から。余計そう思うか知らんけど。おいらまだ小学生だから成人してる170未はん ?170 未満じじいと一緒にしないでほしいとか。 成人してたらじじいらしいわもう小学生からしたら悲しいなもう余生やで二十歳から俺は身長2 0 3センチだからギリギリ人権あったよいルフィの身長が1 7 4センチだったからさっきフェラーと一緒にお前ギリギリだったじゃんとか煽ったらエースにエンテイク出して燃やされそうになったよいこれが本当の炎上なんかよいお前燃えんやろお前 フェニックスがなんで燃えるんだよ。マルコって2メーターもあるのか。ワンピースのキャラ基本でかいからな。多分ドフラミンゴとか多分3メーター以上あるやろ。シャンクス199センチ。でっか。じゃあクマとかモリアとかね、何メーターなの ?6 メーターとかカイドウとか、カイドウやばいよね。クマ6.8メーターででっか。倒せんやろ。 ロビン188あかんなロビン好きやけど NG やわ自分よりやっぱ身長高い女性はちょっと無理ですねさすがに一番高いのはサンファンウルフが1 8 0ーらしいってナミ身長170えぐいな本当に俺の身長は6十8 9ンチで身長ランキングと28位ぐらいだちなみに1位はサンファンウルフ 1> の1 8 0ー,ーだって送ろうとしたら誰かに言われてしまっていたどこのドイツが言ったんだ名乗りでのお前を顔カ王国の中枢にぶっ飛ばしてやるブチれてるわリヴァイ兵長は1 6 0ンチだよちなみに僕は1 9 2センチかな君が超大型巨人だったら何メーターになるなあやろなサンファウルフに勝てるリヴァイに人権内とかやったら切り刻まれんでほんまに 腸がだけ陣 60m。へぇ。身長 253cm、体重 311kg の僕。やばすぎやろ ?170 以下をバカにしないでくれって。俺はバカにしてない。別に170以下は人権ないとは思わんわ、正直。うん。どうでもええわ。 ただそれで、あのー、そのプロゲーマーが燃えてるって言うんで、なんかクソリプを送りまくってるような奴らは全員ゴミクズやと思います。うん。ゴミクズ土底編、人生、消化試合のお疲れちゃんやと思いますね。うん。それ、僕ですねって、クソリプ送っちゃった。ほんな暇、暇人なことしてあかんよ、ん、ほんな。人間ランク、最底編がやることやで、あんな。うん。それ見て、はははって、笑ってるぐらいでいいと思うよ、別に。 プロゲーマーやったけど人間性アマチュアでしたからって普通やと思うけどなぁ、そんな配信。だから僕別に、僕ニコ生畑やからさ、別にそんな発言してるやつがいても別に普通やと思ってまうねん、別に。うーんって。それが民度低いのかもしらんけど、一般的に見たら、僕からしたら別に、へぇー、みたいな。僕は153センチしかないので、デートの時はもう一人の僕にお願いしてる。なんで身長高くなるのね。バグやね、それもね。メンバーになったら背が伸びる。伸びるよ。毎日、 メンバーになって毎日12時間ぐらい鉄棒にぶら下がってたら多分伸びるわ 170cm 未満は人間という生き物をバカにしているので粛清しますやって怖いわー闇指非公式では169あっ相棒は頭に栗棒乗っけといて大丈夫やろ180ぐらいになるやろメンバープラススパチャで 10cm は伸びますねって伸びる伸びる そだってサンファンウルフは180メーターなんやからな結局人権がないってメンバーになったら慎重になりますから伸びる伸びるやりまくれるからね、うん、やりまくりやでも170センチ目はいつでも人権がないことを忘れないでやって最低やなほんまにベルメールさんこのボコボコ <laughs> このさ魚人たちにボコボコに殴られた顔でとんでもないこと言ってるよ この顔で言うセリフじゃないやろそれ君170未満死にたまえやってよさのあきこぶち切れてるわこの顔で言ってるからねサンファンウルフに生死の提供してもらおうあ精生死ってつったサンファンウルフが生死したら生死ドピュってやったらとんでもないことになるよねほんとに 180メーターやろ、だって。テポドンが降ってくるぐらいね、たぶんね。洪水って、洪水なんかな、スライムやろね。たり一面、異臭騒ぎって。もうあれになるのじゃあ、あの、パンクハザードのさ、何かあれ、スマイディーみたいな、ボフッ、ボフッみたいな、あんな感じのかドガーンって落ちるぐらい、た 1 8 7チ二24歳で童貞やぞ。日本おかしいやろって。関係ないから身長とか。身長高かったらやれるなんてそんな甘くないよ。身長関係なくお金くれる人大好きって。そやぞ。童貞と1 7 0ンチ未満は全部これに見えるピカ。人権なしはカラチャイコに引っ越せピカって。何カラチャイコって。ピカカスが暴れ出したまた。 カラチャイコは、なにこれ、ある近くの核廃棄物所蔵および再処理施設である麻薬からの放射性廃棄物の投機場所として使用しています。チェルノブイリより危ないとか書かれてるぞ、やめろってもう、たぬかなの動画上げてんのがあっちゃうん、これ。 1 7 0ンチ以下の男性に人権はないうんどうかな俺は1 7 0ンチ超えてるけど人権なんかないよ <laughs> <laughs> 無敵の人や無敵の人やったシンプルに。 自ら人権がないことをさすがやねこれが真の強者やな。